囲まれてしまった。こんな時どうすれば。助けて ATF。 はい、皆さんこんにちは。 ATF バスケットボールスクールの山崎です。久しぶりですね。さ、2戦3戦のメンバーにドライブ行った時すぐ囲まれちゃうんだけどどうすればいいっていうことでね、冒頭の方でもねちょっとやらせてもらいました。はい、で、まあ、あのちょっと早速なんですけれども、もうその冒頭で言った通り、そのああいうところですぐ囲まれちゃう人ってやっぱりね囲まれるんですよ。でその囲まれる理由はまあこういうところじゃないかなというところで、ちょっと ATF 流に解説していこうと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では行きましょう。はい、まずそもそも囲まれるっていうのは、まあ、ドライブ行ったりとか中でボールもらったりした時に囲まれるっていうことなんですけれども、まあ、今回の依頼の内容としてはドライブ行った時に囲まれるということだったので、まあ順に解説しようと思います。はい、でドライブ行った時に囲まれるっていうことなんですけど、まあ、囲まれるっていうことはディフェンスも囲もうと思ってるっていうことなんですよ。逆に言うと分かりますか。その向こうが囲もうと思ってないのになんとなくこうディフェンスが集まってきてるっていうのは、これただの素人の集団ですからね。何のコミュニケーションもない、ただ単にボールに群がるみたいな、なんか光に群がるかみたいな、分かりますか。それと一緒になっちゃうんで、だからもう囲もうとしてるんですよ。でそこで囲まれるっていうことはもうわざわざそこに行っちゃってるっていうことなんで、まあそのドライブする側も気をつけなきゃダメなのかな。でその囲まれる原因としては、そのもう囲んだらボールが取れるっていうそこの餌にあるんですね。だからボールをまず取られないようにするためにどうすればいいかっていうところです。まず一つ目、はい、ドライブを行った時にはドーンとドライブに行きましたと。でこの後ボールの位置がずっと変わらないやつ、こうずっと前でボールを持ったままこのまま行くやつとか、こういうやつは囲まれる傾向にあるなというようなイメージです。はい、ですのでまず一つ目、ボールをしっかりと動かしましょう。こう上とか下とかこういうふうな動かし方でもいいですし、よそれをさらにこう横に動かすと、横に動かすとパスフェイクにもつながりますので、これはまあ一つポイントになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そこら辺ちょっと気をつけながらボールを動かしてみましょう。でボールを動かしても結局周りが動かないとパスフェイクにはつながらないので、周りの人たちの協力も必要なんですよ。だからドライブに合わせてこう向こうからこう上がってきた選手に対してポンとハンドオフで出せたりだとか、まあ、さらにはドライブに対して同じタイミングでゴールに向かってカットする選手にバックドアでパスを出すだとか、まあ、そういったプレーも必要になってきますね。そうするとヘルプディフェンスが来れなくなるので、はい、ですので、囲まれにくくなるということですね。はい、でさらに、今度はパワープレーで抜けるパターンですね。パワープレーで抜けるパターン2パターンあると思います。大きく分けて1パターン目、よくやるのがこれですよね。このボールの囲い込みで、このボールを囲い込んだ時に気をつけていただきたいのが、ここ空間をできるだけ作らないでください。ちょっと自分で指を入れてみて入らないようにしましょう。そうするとボールをこう取った時にそのまま腕にも手が引っかからずに、ファールはもらえるけど引っかからずにそのまま行けちゃうんですね。はい、分かりますかね。こういうイメージですね。はい、こうしっかりここでボール持って、はい、でそのもう一パターンが今度はこう上からこうボールを持つ。分かりますか、上から。だからそのこのまっすぐ前へ習いのこの状態ですよね。この状態からガシンとこう90度曲げてみてください。でそこにボールをくっつけて、ここでくっつけて、でそのまま自分の体にギュッと押さえつけましょう。そうするとここにもスペースが生まれませんし、はい、まあ、非常に使えます。ただこれだけだとやっぱりねボールちょっと弾かれるとすぐ取れちゃうんですよ。だからこれをさらに下からこう持つ。はい、僕はこう上と下からこう陰と陽みたいな感じでデンとこういう感じの、はい、陰陽師持ちなんていいね、いう技はありませんけども今作りましたけど、はい、こういう風なね上下でこうボールを持つ、これは大事かなと思いますね。瞬間的にこの状態にする。そうするとここにもスペースがなくて、ここにもスペースがなくて、もう取りに行こうと思ったら本当に無理なんですよ、理論上。だからこれを使おうと思った時に、まあ、この状態だったらなんとなくどうすればいいかっていうのはすぐ分かると思うんですけれども、この状態からじゃあどうするのっていうことなんですけど、ジャンプをする間に空中でこの体勢になって一回着地で、その後シュートにつなげれるようにしましょう。ゴール下から練習してもらうといいと思います。どういうことかっていうと、こうドライブしてきて空中でこの体勢で、次飛び上がった時にシュートが打てる体勢っていうことです。分かりますか、イメージ。ドライブして空中でこの体勢でシュートに行く時この体勢この手の動きをすぐに練習してください。すぐにできるように練習していただけたらと思います。はい、でこの時にさっきも言いましたけど気をつけてほしいのはやっぱり空間です。隙間があるとファールされちゃうんで、
まあ、僕の考えとしてはファールはされてるうちはダメです、はい、されたらちょっと反省してください。だからファールはさせるんですよ。自分がさせたい時にさせる、基本的にはさせないっていうのが、まあ、あの僕の考えです。ファールっていうのはやっぱ戦術的にその流れを止められたりするような可能性もありますので、こうなんていうかな、こうせっかくあと4点で追いつけるっていう時の速攻でファールで止められたりするとすごい残念じゃないですか。だからやっぱりそういう時こそしっかり視野を持って、ま、周りを見ながらファールをされずにレイアップまでいける方法っていうのを瞬時に考えなきゃダメなんですね。だからファールっていうのはされてちゃダメなんですよ。させる分にはいいです。あ、意図的に今させましたっていうふうに言えるようになると、これは超一流だと思いますね。はい、あ、すいません、ちょっと余談でしたけど、はい、だから、まあ、ちょっとこの手の使い方ですね、はい、この手の使い方、はい、まあ、ちょっとこれをね意識してやっていただけたらと思います。はい、まあ、ボールを動かすっていうところと、このこれですね、まあ、ちょっと実際にやってみようとは思うんですけれども、まあ、なかなかねこのちょっと動き動画で見てもちょっとピンとこないかもしれませんね、まあ、でもちょっと見てみましょう。では行きましょう。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと今回見ていただいたプレーとしては、まあ、本当にボールがちょっと動いているかどうか、あとはボールを守りきれるかどうかっていうね、まあ、そういうところにちょっと注意して見ていただきました。はい、まあ、そのプレー自体はなかなかあのスピードの出にくいプレーなんですよ。はい、まあ、僕が遅いっていうのももちろんあります。ただあのこれはどっちかというと強いプレーにつながりますので、強ければ理論上遅くてもいいんですよ。コース止められても1対1でしっかりと相手をぶっ飛ばせるだけの力があるとか、はい、で1対1でぶっ飛ばせるっていうことはしっかりと当たってますので、当たってるっていうことはやっぱりヘルプディフェンスがすごい来にくいです。だって止めてるように見えますからね。止めてるように見えるっていうことはやっぱりね、あのヘルプ行かなくていいのかなってこう思ったら、そこでぶっ飛ばされていきなりゴール下でフリーになっちゃうって、もうこれ結構厄介です。はい、僕アメリカ行った時に結構やられました。それこそ僕がその大学時代とかはあのベンチプレス余裕で100キロとか何回も持ち上げてたんですけど、僕よりも身長5センチぐらい低いやつで150キロぐらい持ち上げるやつがいて、もう本当真四角ですよ、体型。真四角のシューターがいたんですよ。でそいつがね、もう毎回僕はコースに入って止めれるんですけど、そこでコーンとぶっ飛ばされて、でこう打ってなった時にこの30センチのこの隙間からシュートを打たれる。で結局後ろに2メーター10センチのセンターがいるけど、もうブロックできないんですよね。僕がこうのろけてない、よろけた後に後ろから前の人ブロックするってこれよっぽどですよ、ね、だから結局ね、その強いプレーっていうのはやっぱり使えます。はい、だからめちゃめちゃ速いよりめちゃめちゃ強い方が、まあ、花はないですけど、まあ、結果につなげれるプレーにつながるかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんも練習してみてください。ということで、今回は、まあ、中で囲まれるんだけどどうしたらいいですかと、まあ、しっかりパスを回せるだとか、その辺も注意していただけたらと思います。はい、ということで以上で今回は終わりますので、このチャンネルがもし役に立ったなと思われる方は、ぜひ僕と同じ丸メガネを買ってください。では以上です。